慎重に誰もがみんなそう考えた扱いづらいことは分かっていて故に一番やってはいけないことも分かっていたのになぜ冷凍庫の故障に気づかなかったのかそれで何人分もの貴重なワクチンが死んでしまった故障と言っているけどまさかコンセントが抜けたりとか電源を落としてしまったりとかそういうオチじゃないよね